今日最後務めさせていただきます、東京大学の岩坪でございます。私どもこのタイトルにございますように、プロジェクト名としましては人脳疾患画像データベース統合化研究と題しまして、特に今日私自身が専門に担当しておりますアルツハイマー病の方もですね、非常に先の方目標としては超早期段階での治療を目指して、そこへ向けて臨床とこの画像を統合したデータベースをどのように作っているか、その現況でございますけれども、成果報告という色彩を交えてご報告をさせていただきたいと思います。これはイントロダクションでございます。これは私は本来病理屋でございますので、アルツハイマーの病理の絵を1枚お目にかけます。アルツハイマー病というのは認知症の一番多い原因でございまして、ちょうど今年6月 の推計が厚労省からお出しになりましたけれども、日本に認知症の患者様は439万人いる。おそらくその6割ぐらいアルツハイマーだろうと言われている、主因になっているわけでございます。アルツハイマーがどうして認知症になるかというと、もちろん神経細胞が脱落するからなわけですけれども、それ以外に正常にはないような変化が出てくる。これがアルツハイマーの特徴でございます。タウというタンパクが変性するニューロンが溜まったり、それから一つこの画像という点でも非常に大きなものでございますけれども、老人斑アミロイドというタンパクが非常に大量に溜まってくる。このアミロイドはそれ自体がすぐ神経細胞を壊しているわけではなさそうですけれども、確実にアルツハイマー病の原因に関わっているという点で注目されているわけでございます。で、今このアルツハイマー病のその病態整理、病因というのがだいぶその様々な研究、ジェネティクス、セルバイオロジー、パソロジー分かってまいりました。今申しましたこのアミロイドでありますけれども、この溜まっているものは40アミノ酸ぐらいの Aβ とペプチドからできているわけでございまして、この Aβ がどういうふうにできるかというのもこの20年ぐらいの研究で非常によく分かってきたわけでございます。で、ジェネティックなエビデンスからアミロイドが原因だと言われる。そうすればこのアミロイドができないように、例えば酸性を担うプロテースをブロックしてやるとか、そういうことは根本的治療になるだろうということで開発進んだわけでございます。ところが非常に強い、しかも人に使えるようなインヒビタ出てきたんですけど、治験をやってみますと、うまくいかなかった。これちょうど3年前の夏で、イライ・リリーさんが得られたものですけれども、第3相試験2000人のアルツハイマーの方に治験をやってもですね、最後はこれ症状で見なきゃいけないわけですが、症候改善がなかったということで、もう数年をかけた治験がアーリーターミネーションになってしまったわけでございます。だからもう2つぐらい、1つですね、このアミロイドに対する治療法というのがございます。例えばできてしまったアミロイドを抗体を使ってクリアさせてしまおうということで、これもですね、人化抗体で第3組試験まで参りまして、去年の今頃でしょうか、2つ の大きな試験の結果が公表されました。サマリとしてございますように、一方も症候改善が全くない、もう一方はサブ解析をしてみてわずかに変化あるけれども、プライマリーのエンダーポイントは満たされなかった。結論としてはこの2つともですね、うまくいかなかったということで、このように研究はどんどん進んでニーズも高まっているんですけれども、この治療薬開発という最終目標に向けてはいかなの道をまだ歩んでいると、そんなのが現状でございます。で、このプロジェクトでございます。今申しましたように、アルツハイマー病に関しましてですね、創薬の薬効評価、あるいは治験における被験者の絞り込み、そういったいろんな目的で画像診断が非常に今重要視をされてきております。その中でアルツハイマー病の発症の前の段階ですねを縦断する、すなわち、多くのタイムポイントで、フォローアップしていくような、そういう画像研究としてこ のプロジェクトの、データ産生の、主軸になっていますね、ジェアドニーという研究でございます。私はこのジェアドニーの代表でもあるのでございますけれども、このジェアドニーで、できたデータを中心にアーカイブしていきたい。それからもう一つですね、脳疾患という時にどうしても欠かせないのはやはり精神疾患でございます。
まあ、アルツハイマーの精神症状である精神疾患一つなんですが、ここでいう精神疾患というのは内因性精神病、統合失調症とか気分障害ですとか神経症、すなわち脳の構造には異常をきたさない、神経細胞が抜け落ちて萎縮していくわけではないんだけれども、その機能に異常をきたす、そういう競技の精神疾患の、画像を集めていこうというものでございます。これはちょっと変な書き方してございますけれども、文科省の神学術研究で、脳疾患に関する研究を支援する包括論という活動でございます。この中で我々のグループの東京大精神科笠井教授のグループが、精神疾患の脳画像を集めるという活動をしておられます。で、これをこのジアドニの形に並ぶようにして、画像を、データベース化しよう、この2つが合流したものでございます。で、画像だけではなかなかの意味も持ち得ません。もちろんことながら質の高い臨床情報、それから、画像以外の場合もわかるですね、毎日遺伝情報等々を総合して意味が出てくるということでございます。で、あとにご説明しますような、これら2大疾患群を網羅しました統合脳画像データベース、ブレインイメージングデータベースというものを作り上げる、そして公開にこぎつけるというのが本研究開発の骨子でございます。このユーザーは非常に広くいろんなセクター考えられまして、我々もちろんアカデミア、病気を解明するためにするし、最後のエンドユーザーとしては製薬企業が非常に大きいです。またそれを結果を審査される審査当局もこういった画像を中心にした評価法というのは、厚い注視をしておるわけであります。また国際的にもですね、こういうコラボレーション非常に進んできておりまして、後でご紹介します。アメリカのこのアドニでは早くからリアルタイムに近い画像あるいは臨床データの公開が実現されている。我々も少しでもそれに追いつかない形で公開データベースを作っていきたいということでございます。まあ、最終的にアルツハイマーあるいはその先に控えております精神疾患の克服につなげたいということでございます。で、ちょっとこのデータ生産のところが非常に複雑でございまして、また出てくるものも多彩であると、こういうものをアーカイブしていくということで、データ内容等も少しご紹介したいというふうに思います。このジアドニ研究、前回も少しご紹介しましたけれども、全600名の方を、総年月としますと6年ぐらいかけてですね、それぞれ 2,3 年縦断研究して、非常に分厚い研究でございます。これは経産省など、それから厚労省の連携という形でやっております。38の施設で600人の方を見る、その中核になるのが認知症の前段階でマイルドコミュニティインペアの MCI という段階の方々になります。で、画像が非常に重要なわけですけど、前例で工事場 1.5 テスラの MRI を一定の方法で撮ると、これによりまして、実際に非常に微妙な脳の萎縮過程が経路的に評価できるというわけでございます。それからペットスキャン、これも非常に重要でございます。ブドウ糖のペット、それから後でデータ例として一つだけ名称しますが、最近の革命的な技術でアミロイドのペットというのがこのデータ収集の間に日本でも標準化されてまいりました。このデータをアーカイブする。また血液のですね、性化学、これはまだアルツハイマーのバイオマーカーとしてはなかなか使えないんですけれども、一般的な性化学の中からも多大な情報が出てまいります。またリスク遺伝子の APOE というものを含めた遺伝子のデータも出てまいります。それからあと一つだけ思いかけますけれども、アルツハイマーのバイオマーカーとしては脳脊髄液ですね、血液はまだダメなんですけど、脳脊髄液が非常に高い診断評価のを持っているということで、これもなるべく取らせていただく。で、最後に書いてございますけど、一番重要なのは臨床評価、それからさまざまな認知機能のドメインを調べていく心理検査でございます。これも国際互換性を高めて精密なデータを出していくということが重要になるわけでございます。ということで、我々データ生産者でですね、データを生産しながらこの3年の間に公開をしていきます。アメリカと同じにやりますと宣言したかったんですけど、非常にこれ大変な道を歩んでおりまして、ようやくこの3年目のですね、年度末に向かって基本的なデータが取りまとまって、この
フィールドの中で広く公開できるとめどが立ちましたのでご報告を申し上げます。でこれは実施計画に沿ったところですけども、今年最終年度なんですけれども、申しましたようにグループ内のローカルデータベース、これ JR 一元管理データベースともしておりますが、今ご説明したような非常に多彩なデータを集積した画像、臨床、性格や、遺伝子データを入れたものを作り上げます。それから、年度末に、基礎疾患の画像データベースと銘打ったものをこのフィールド内で公開をするということで、まず今のところ作り上げました、オープンのデータ、メタデータの部分でございます。これは概要あるいは方法論などを記したもの、平成25年度中にもう公開予定できるべく準備が進んでおります。それから一番問題になっていますのはその生のデータでございます。今申し上げましたような臨床経過ですね、それからさまざまな心理データのディテール、それから画像はこれ以前の回に発表会でも少し議論させていただきましたけど、場合によってはその人の願望とかですねまで推定できるというのはそんな可能性もあるわけでございます。すなわち我々の持ってますデータというのは一番個人情報そのものに近いところにあると、おそらく徳永先生のお話になってゲノムよりもなんか生々しく個人情報だというところが特徴かと思います。これをSX の問題を克服して、国内規模に公開するというのは日本でも初めての試みですので、我々も NBDC とですね議論を重ねさせていただいて慎重かつ前向きに進んでおります。ということでこのデータのですねクオリティチェックという作業も非常に大変なんですけれども、それを今ある施設があって、ベーシックなデータ、基本解析のデータというものも搭載できるに急ぎつつ、公開の待機状態に今、近づきつつあるということでございます。少しまたデータ内容どんな性質のものがあるかというのをお目にかけたいと思います。臨床経過というのはですねいろんな面を見てまいりますけれども、一つ一番大きな変動ポイントはこの軽度認知障害という、まだ認知症じゃない方がですね臨床的なアルツハイマー病、すなわち認知症に、進行する、これは我々専門用語コンバージョンと呼び名らしておりますけれども、それはどんな方にどういうターニングコースで起こっていくかというのが理由でございます。例えば治療薬の効果を見るときにもこのコンバージョンレートが下がるということを条件の一つにせよというようなことは今でも実際現場で言われていることでございます。でこれをさまざまなその臨床事項から判定するんですけども、これはちょっとこのデータベースとは違うんですけれども、臨床のエキスパートの浅田教授、荒井教授にはじめとするコミッティで詳細に決めるわけです。その結果についてはもちろん、その判断根拠とともに、データベースに入れてまいります。数字で見ますと1年間で何パーセントぐらいのコンバートされるかというのが一番見やすい指標ですけれども、日本のアロニ群ではですね米国に比べてやや高い数字になっていると、これも学術的にはどうしてこういうふうになっているのかという議論もあるところでございます。それからもう一つ認知機能検査ですね、その国際標準化を図りながらさまざまなデータを正確に、大量のものを、記載していくというのは大きなチャレンジでございました。これ一番基本的なミニメンタルテストというのの結果を日本とですね、それからこれは米国のアドニーの結果、同じぐらいの縮尺になるようにちょっと伸ばしてお返ししてきました。これは我々グループの杉下、教授が QCO になっておられますけれども、 MSE も日本とですねアメリカで大体各群で同じような傾向を示しながら出てくる、これは我々スパゲティプロットなんて呼んでおりますけれども、全データをプロットしたものでございます。実際のデータベースの中ではですね各点のこの30点満点での総点が数値で表示をされるということでございます。これを14種類のテストについて全部出さなきゃいけない、実はここが一番生産者としては手間のかかっているところでございます。から本題は画像でございます。 MRI ですね、これは精神神経センターの松田博史センター長が
愛激戦隊長が主任でございますけれども、 MRI であるのは、まあ、脳の最終的には画像から容積を測定する、特にアルツハイマーのように萎縮しがちなものでは脳容積見るということです。これをいかに精密化するかということでございます。ここにございますのは、その国際的にも今先端で標準になりつつあるフリーサーファーという、あのオートマティックセグメンテーションでのJ-ADOMの補正済み画像を見たものでございます。まあ、これが初めてちゃんと使えるようになったんですけれども、あの1年間で海馬が何パーセントぐらい各群で萎縮をするのか、こういうようなデータもはっきり評価ができるようになってまいりました。まあ、脳の萎縮というのはアルツハイマー病の神経細胞死の進行をある程度反映すると考えられますので、この萎縮率を下げるようなお薬の効果を見るというのは将来的な評価指標となり得る。そしてこれがこの JR2 の、 あのデータベースの搭載されたデータから計測が可能になってきたということでございます。で、このデータベースにですね、搭載した MRI の画像、これをその歪みの補正というような、その QC 過程の有効性に対して今年精密な検証を松崎教授に行ってもらいました。まあ、今ちょうどお出ししたような海馬、あるいはその隣にありますもっと早く回復する救難皮質、そこの容積をもとにした、まあ、必要最低被験者数、ある治験の時に、例えば何パーセントのエフェクトサイズを見るのに、治験のワンアーム何例被験者が必要か、こういうパワーアナリシスをしていただいたわけでございます。小術も避けてしまいますけれども、仮定した治験というのは2群の、まあ、RCT であると。それで検定のモデルは線形モデルで1年間の萎縮率で見ると。で、ここの置いてます仮定では、今ちょっと申しましたけれども 25% のエフェクトサイズを見ると。で、過誤率をこのように仮定するということで、一体、この生のデータと、コレクションしたものでどのぐらい違いが出るかというものを見たものでございます。もうちょっといろんな群がございますけど、ざっと見ていきますと、例えばアルツハイマー病で、コレクションしないケースの、ヒポカンパスですと1群255例必要である。これが、歪みの補正をきちっとかけますと精密化されまして、差がちゃんと150例程度でも出てくる。他でも、まあ、それぞれ、このディストーションコレクションの意義が高いということが出てまいりました。このようにデータにアーカイブして、その前にコレクションを自動的にかけて、そのデータを最終的に使うということで、まあ、最終的に治験の時に入れる場合にもコストの低減、精密化にも貢献するだろうというようなことでございます。からペットの例でございます。この絵を以前見かけたかもしれませんけれども、このようなアミロイドペットの試薬を使いましてペットスキャンを取りますと、蓄積している方につきまして、ビジュアライズできるわけでございます。これは軽量化したようなデータをこのデータベースには主に入れてまいります。元データの主なものも入れると、予定しております。アルツハイマー群では9割、それから MCI 群では6、7割の方がアミロイドが陽性である。すなわち背景がアルツハイマーである。で、超早期の治療と今日目打ちましたけれども、認知機能が正常な群でもですね、2割ぐらいの方がアミロイド陽性だということが検出できるようになったので、第1期の非常に大きな進捗でございます。今一昨年アメリカで開発されましたアルツハイマーの研究の診断基準では、この群の方々ですね、プレクリニカルアルツハイマーディジーズという仮称が付けられておりまして、すなわち症状はないけれどもパソロジーが始まっている人ということで、こういう方々が、次の超早期治療のターゲットだというふうに見られております。またこういった精密な計量値出てまいりますと、アミロイド蓄積のですね、非常に微細な経年変化というものも初めて評価ができるようになってまいります。これも例えばコアミロイド薬を評価するときには、そのプルーフオブメカニズムの評価に非常に役立つというふうに考えられております。脳脊髄液ですね、テクノロジーとかもできますけれども、脳脊髄液の A、ベータ、1、2というのはアルツハイマーライゼーションに伴って下がる
これに、対してタウタンパクというのが上がるというあのゴールデンスタンダードがございます。これは取れた被験者の方では非常に貴重なデータになります。またそのアミロイドペットのこれ陽性度が X 軸で、実は縦がこの A ベータでございますけれども、アミロイド陽性の方がきっちり、髄液中の A ベータの異常形値を示している、こういうようなコリレーションを介して、それぞれのバイオマーカーとしての意義も定まってきている、そういう現状でございます。で、データベースはちょっと戻りますけれども、宿根の脳画像データベースのオープンデータの公開が開始されつつございます。 NDDC のポータルサイトにここに入れていただきまして、このデータベースの意義、成り立ち、それから画像の例でありますとか、こういったものを精神疾患のグループと共同でサイトをデザインして今走らせております。それからこのウェブの公開内容をもう少し見ていただきますと、今のアミロイドペットのものがございましたり、基本的なデモグラフィックスの公開していくということで今作業を進めております。で、その一番懸案になっておりますこの大量のデータをどういうタイムラインで QC をかけて搭載し公開していくかということでございました。この9月ぐらいまでにですね、大体 95% ぐらいのプライマリーデータ取れてるんですけれども、データ公開の方針を本格的に協議を開始いたしまして、今 QC 作業が急ピッチで進んできております。大体年内ぐらいに目処がついてくるだろうと。で、年が明けましてから、チェックや加工などの作業が進んでいくと。おそらく年度末から新年度の初めにかけて、この画像、それから臨床心理、それから性格データの公開を NBDC からしていただくと、ようやくゴールに達するだろうという目処がついてきたことをご報告いたします。から最後ちょっと精神疾患でございます。これは中西教授を中心に画像研究に造形の深い研究者が関与いただいておりますけれども、こちらもアルツハイマーをフォローいただいているということで着実に進んできております。ローカルデータベースザナというのを運用すると、それから我々のデータベースとのジェネットの統合作業を進めていく、それからジェネットの方でも特に MRI 中心に QC 技術が進歩しましたけども、これをよりファインな精神疾患に使っていただくと。それからやはりアルツハイマーの方かなり大規模にありましたけれども、精神疾患は性質上もなかなかこういうのに協力いただける症例数というのは限りが従来ありました。これを増やすということで収集を継続いただいております。実際の数としては統合失調症、気分障害、統合を中心にデータが集まってきております。で、画像といいますとペットはあまりありませんで、 MRI 特にですね構造的なものに加えてファンクショナル MRI がかなり入ってくるというのが特徴かと思います。これは以前にもお見せしました精神の方で使っていますザナットというすでにプレメイドのシステムの中にこの精神疾患の被験者データ、画像データ、補正データ等を搭載し今動かしつつございます。また解析済みのデータというのも集積されていく、これは統合化データベースの方へ移し替えていくべくやっております。データのフローでございますけれども、もうご説明の通りでこの J アドニの方から出てまいりますデータ、これはローカルなデータから統合化用のクリーンアップしたもののデータに入れていく。で、包括脳の方も精神疾患ですね、包括脳と称しているこの支援の方のデータベースから統合化用に入れていって、最終的にこのブレインイメージングデータベースに統合する。で、NBDC のポータルから公開いただく、これが年度末までにかなり進むというふうに見込んでおります。最後は効果ということですけれども、もちろんもう最初と繰り返しになるんですけれども、やはり我々目指すところは治療薬開発というのは非常に大きなところでございます。その、定量評価を補強するということで、その基盤になるデータが利用可能になります。またその標準化というところも大きく進むものと思われます。言及しましたようにアメリカのアドニというのは我々よりも開始も3年ほど早かったんですけれども、リアルタイムにですね全てのデータが
旧シーン済み次第、順次公開する。これはアメリカの強力なラボラトリーニューロイメージングですとか AD コーペラティブスタディ、主にカリフォルニアにあるアカデミアにあります、あの大きな支援組織のデータベース、その基盤があってこそできているんですけれども、もうここのデータと我々のデータが境界線できると、治療のエンドポイントの世界、基準もできるだろうというふうに考えておりますし、また規制にも非常にいい影響があるだろうということでございます。臨床研究における国際的なデータ公開共有への道筋を作るということで責任も重大だと考えております。これなんか余計なスライドですけれども、ネットサーフィンしておりますと、脳と心の健康大国プロジェクトというのがございまして、私どもの JRG が関わるようなプロジェクトも、少し明確にしております。こういう中で、ブレインイメージングデータベースに、今後、多疾患の領域を含めてですね、展開をし、貢献したいと考えております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。岩坪先生。